テバファーマスーティカルインダストリーズはイスラエルの製薬会社。世界15位の医薬品メーカーであり、かつ、高発医薬品メーカーでは世界最大である。1901年創業。本社はペタクチクバにある。従業員は総数約4万39人。売上高は168億ドル。ナスダック100指数に組み入れられている。世界規模で事業を展開している。 製薬会社である。近年、工は、太陽薬品工業など名古屋の製薬会社との提携を足がかりに、日本への営業展開を促進している。工場で働くテバファーマスーティカルインダストリーズの従業員イスラエルにある、テバファーマスーティカルインダストリーズの工場日本でのグループ会社は、テバファーマシューティカル、武田テバファーマ、テバ API、武田テバ薬品の4社であり、 これら4社をテバジャパンと総称している。テバ製薬設立後は本社を名古屋市にある旧太陽薬品本社ビルに設置、新たに全国6支店29営業所を展開し、2015年の売上高1000億円達成を目標とするなど早期の規模拡大を掲げている。2009年には高和株式会社との合弁会社である高和テバ株式会社を設立した。 2011年には、太陽薬品工業と資本提携、事実上の子会社とすることを発表。9月26日に講和との合弁事業の解消を発表。これにより、講和テバは、テバハーマシューティカルインダストリーズの100%出資会社となった。11月21日には、同じく子会社化している、太陽薬品と講和テバを統合再編し、 テバ製薬を設立すると発表した。統合後の売上高は700億円程度となり、国内トップのジェネリック医薬品企業となる。テバファーマシューティカルインダストリーズ、エルサレム。データベース、エルサレム、イスラエル、バイジェローセロム。2011年5月8日時点のオリジナルよりアーカイブ。2011年5月8日閲覧。ホリス。 リズ・ジョーンズ、テバトップ10ジェネリックドラッグカンピニッツ2010。フィセファーマ、ワシントン、D.C. ユナイテッド・ステーツ、フィス・マーカッツ。2011年5月8日時点のオリジナルよりアーカイブ。2010年11月3日閲覧。日本では1990年代末期に対象製薬や強輪製薬等に事業売却しているため営業地域に含まれない。 ありがとうございます。